アイゼンベルクはドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す、町村で税区行政共同体を構成する自治体の一つである。アイゼンベルクはアルゴイ計画地域に属す。この町は公式には17の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。アイゼンベルクの領主権はもともとエ園エック家が、 有していた。1382年にベルトツトフォン・ホーエンエックは書領をオーストリア公レオポルト3世に上渡した。この書領は霊園として再びホーエンエック家の相続人に引き継がれた。女相続人のアンナは1376年以前にフリードリヒ・ホン・フライベルクと結婚していた。15世紀に2つの分家が創設された。 1420年頃に創設されたゼルを首輸とするフライベルク・アイゼンベルクエンフライベルクと1467年に創設されたホップフェラウを首輸とするフライベルク・アイゼンベルク・ホップ,プフェラウである。アイゼンベルクの管理はバイゼルンの小木に住んだ。フライベルク・アイゼンベルク男尺はここで自分の報道に対する下級裁判刑を行使した。 1806年のライン同盟により、アイゼンベルクはバイエルン領となり、その行政改革に伴う1818 18年の市長尊礼によって、現在の自治体が成立した。町長はマンフレート・ケッセルである。図柄ガ銀字と青字に上下に分割。上部は金の柄がついた下向きの赤い剣と金の穂先と赤字に金十字の旗をつけた上向きの槍が斜め十字に。 組み合わされている。株は三つの金の玉が、紙二つ、下一つの型で配されている。アイゼンベルク上司。ありがとうございます。